ポーツの秋、アスリートたちが真剣勝負。現役日本代表や世界チャンピオンたちが内田チームと中田チームに分かれガチ対決。内田篤人の SDGs スクール大運動会、果たして優勝するのはどっちだ。絶対に負けられない戦い開幕。はい、うわ、出ました。第1種目からプロバスケ選手たちによる白熱したバトルが繰り広げられ、接戦を制した内田チームが一歩リードで第2種目へ。ダンス、ダンス頑張れ。この後も激闘が続く。世界的な取り組みの SDGs、 内田篤人が話題のゲストと一緒に地球の未来を考える SDGs バラエティ、内田篤人の SDGs スクール。この番組はリクシルの提供でお送りいたします。いつも幸せにリクシル。さあ続いての競技は大縄跳び対決。こちらは運動会の定番競技でございます。ロープ1本あればどこでも誰でもできる競技、高価な道具もいらず言語も関係なくみんなで楽しめる大縄跳びで対決していただきます。 SDGs で言いますと10番、人や国の不平等をなくそうにも当てはまる、みんなが一緒に取り組める競技となっております。それでは田口アナ、大縄跳びのルールよろしくお願いいたします。皆さん一列に並んでスタートし、何回跳べたかという回数ですね、こちらで競い合っていただきます、はい、チャンスは2回です、その2回のうち一番多く跳べた回数をもとに勝敗を決めるというルールになります、はい、さあこちら通算ではないですからね、多く跳べた方の回数ということでございます。そこはでも後々のわちゃわちゃでルール変更はありですよ、ね。まあ、もしそれがいいってなればそれあまり言わないでください。どうですか中西さんとか おじさん大丈夫ですか。いやいや、そんな俺の跳躍力を知らんでしょ。だって俺多分この天井の高さだと頭打ちますよ。えマジで。では見せていただきましょう。無理やて。ボケやて。マリちゃんはどう。いや私もカンフーで跳躍動作がめっちゃあるんですよ。あ、そうなんだ。なんで自信あるんで、ちょっと中西さんがミスったら単追で。なんでなんで単追で、なんで俺これで2単追食らわなかった。おかしいよ。さあそれでは青チームはどうでしょうか。いけますよね、はい、でリーダー引っ張んなよ。飛べますよね。いけますよね。ここから石橋君は参加するわけだけどどう。高校時代僕はオーナーで飛びすぎて晴れてたのに雨が降ったことあるんですよ。どういうことですか。天気が変わるぐらいまで飛び続けちゃったことあるんですよ。そういうこと。どういうこと。そういうことなんですよ。雨が降ってきたんですよ飛んでたら。さあそれでは 3x3 で勝った、赤チームから。赤チームから、はい、やっていただきましょう。どうぞスタンバイお願いいたします。まずは1勝している内田チームから、中田チームをこのまま突き放せるのか。それでは大縄跳び対決、まずは先行赤組、よーいスタート。せーの。これはどうなんだ、カウントされるのか。ちょっとさ、タイミングが合わなかったからさ。そうそうそう、開始って言いましたよね。開始って言いましたよ。言いましたよね。はい、え？何？言った？交代だ。まだ始まってないよ。じゃあもう一回行こう。もう一回。リスタート。チャンスは2回で今まで1回使いましたからね。1回目、1回目、1回目。ラストチャンスです。それでは行きましょう。赤組、よーいスタート。さあどうだ。一、おじゃ。いきなり頑張ったよ。いいよ。2回目は順調な滑り出し、果たして何回飛べるのか。そして気になるのはおじさんです。あーちょっと陣形が乱れてきているが、すごい、すごい、大丈夫だ、まだ飛べない、まだ飛べている。マリちゃん大丈夫か。そうですね、先頭ちょっとマーリさんが
失敗はなかったかのような、よかったね、これはすごい。ということで今の赤組の回数39回。うわいっぱいいった、素晴らしい、もらった。これかなり好記録だと思うんですけど、内田君いかがでした？ちょっと喋れませんやかなり体力を使う。マーリちゃん、はい、きつかった？いや、もうあんなこと言ってたのに私がタントにされる側です。青組の皆さん、今の結果見ていかがでしょう？いや、すごいね。すごいっすよこれ多分。いやもう中西さん最初よろけてたんですよ、ええ、だからすぐ引っかかってくれるかなと思ってたら、中西さんよろけてましたけど、はい、止めてましたね。はい酸素もらってないから今誰もコメントできずということでございます。続いては中田チームの挑戦。果たして内田チームの好記録を上回ることができるか。じゃあ行きましょう、頑張りましょう。ちなみに中田君、青チームの作戦なんかはあるんですか？作戦はまあ、飛べる人をちょっと外側に置いて、はあ、で女性を中で飛んでもらおうと。なるほど、はい、かなり体力使うみたいですけどもぜひ頑張っていただきたい。これを負けると2対0になってしまいます。勝ちます、大丈夫です。お願いいたします、ね、それでは行きましょう。1回目ね、青チーム1回で、1回で、よーいスタート。さあまずは一発本番、うまい、スタートは見事、いいね、これ1回目で39に届かないと2回目ですよね。やはり鍵を握るのは前と後ろの2人、エンドラメきついよ、ここから順調に回数を重ねる青チーム、このまま1回目で内田チームの39回を超えられるか。決めるか、ここでこけると後が厳しい。どうだ、いやいや、いけるか、いやさあ、あとは記録を、これはもう1回目にして赤組を抜いてしまったということで、もうこちらは青組の勝利。さあ惜しくも負けてしまいました赤組、内田君。いやもう青チーム素晴らしかったです。でも次につながる負け、赤は。なるほど、うん、ああ素晴らしい。何回も聞いてきたサッカーの、ロッカーで監督が次に、ま、つながる負けだこれがそれなんですね。それがこれなんだと思います。なるほど、次の種目も頑張っていただきましょう。大縄跳び対決は中田チームに軍配。1ポイントずつを分け合い、勝負は振り出しに。続いての競技は追いかけ玉入れ対決。さあこちらジェンダーフリーでみんなで楽しめる追いかけ玉入れ対決で勝負していただきます。今回実況席にはサンロッカーズのお二人が来てくれています。ということで男女混合チームで対決してもらいましょう。 SDGs でいうと5番、ジェンダー平等を実現しようにも当てはまる競技でございます。それでは田口アナ、追いかけ玉入れ対決のルールをお願いいたします。相手チームの一人が鬼となってカゴを背負って逃げるということになります。そのカゴに追いかけて玉を入れるという競技になります、うん、出場者は4名で制限時間は3分です、うん、時間内により多くの玉をカゴに入れたチームが勝利ということになります。それぞれ攻守を交代し1回ずつで戦うんですが、赤組は赤ボール、青組は青ボールを入れまして1つ1ポイント、うん、その中に、金色の玉が3つずつあります。こちらを入れると3ポイントを獲得できるというフォーマットになっています。なるほど、結構こう鬼の体力も必要ですよね。誰が逃げるかは非常に大事ですね。大事になってくると思います。さあそれでは各チームのリーダー、出場メンバー発表してください。まずは内田君。鬼は中西さん。嘘やおかしいよ大丈夫だ、ちょっといっぱいぶつかる可能性があるので、ちょっと強靭な中西さんがいいんじゃないかと。いや強靭そういうところで選ばれたということですけど、中西さんどうですか、逃げ切らないといけません？いや正直もう今オーナーで疲れてるんで、多分バッタとかの方が俺より早いですだいぶ入れられそうやな、はい、バッタとかの大丈夫ですか？それでは青組の中田さんどうしましょう？はい、青組はね、鬼に中道くんにお願いします。あ、中道さん、いや大きいから入んないんじゃないか、あ、高さがあるから高さあるから入れづらいんじゃないかっていう。
そういうことか。この種目超波乱の展開になります。まずは内田チームが先行。何個ボールを入れることができるのか。では行きましょう。いい、ね、追いかけ玉入れ対決スタート。頑張れ頑張れ。やばい、行け行け行け。みんな拾ってます。行け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 。いいよ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 。入らん。タグちゃん3分って結構ですよね。これ3分間この全力疾走スプリントをできる人間はそうはいません。いないですよね。いいよ。惜しい。中道くん素晴らしいフットワーク。黄色黄色黄色ボール。まだ3秒しか経ってない。入れて入れて。いいよ。おー、しかしマクファーがこれはかなり攻めていく。追いかけてってるな。いやいや、ちょっと中道のペースも落ちてきていますね。マクファーくんが連続で入れて一気に2ポイント。休憩タイム。あ、いいね。石井さん、ここまで赤チームの動きどうご覧になってますか。いや、でも思ったより入ってるんじゃないかなと。隙を見逃さない内田くんのナイスプレー。さあどうだ、ちょっと足元もたどたどしくなってまいりました。もう相当、あれあれあれ、もうこれ全部入りそうだな。いけ。さあ残りは間もなく1分を迎えるということになります。粘れるのか中道。粘れるのか中道。粘れるのか。投げる方も。また全員止まってるやん。すげえ。またもマクファー君の軽快な動きで球はラスト1個に。ちゃんもしっかりボール決めています。いやー1つの球を。なんとかこれはこれで何パーフェクトになっちゃう。なった場合はタイムでの対決ということになりましたね。あと1個入れられるかどうか。残りは30秒。入った。入れ切った。これはすごいことが起こりました。なんとパーフェクト。パーフェクト。これは中道さんも倒してしまいました。そうですね。さあこれは仮にですけれども、互いにパーフェクト決着となりますと残りの秒数で、はい、まあ、試合を決するということになりますので、はい、32秒ですね。32秒が残っているという赤チームになりました。なるほど、うん、今競技された方で喋れる方手を挙げてください。誰も喋れない。そりゃしんどい。そりゃしんどいよね。マクファーさんどうでした。練習よりきついっす。あのマクファーさんですらしんどい。内田君もかなりきつかったみたいですね。シンプルにきついっす。投げる方もきついということですね。まあ、あの全部入ったんで32秒ですか残りが。これ結構いい記録だと思うんで、ね、まあ、青にちょっとね、まあ、プレッシャーかけれたんじゃないかなと思います。中道さんもいっぱい逃げてたんですけど、ちょっとこれやばくないですか。顔色が悪いね。これやばくないですか。さあここがパーフェクトゲーム出されました。中田君大丈夫でしょうか。青チーム。いや大丈夫です。いや中道君よく逃げてくれましたね。もう確かにもう32秒、もう1分2分でもう決めちゃいます。なるほど。ということは鬼の中西さんにかかってるということになりますけど。おーすごいすごい。あ、すごいすごい。手首あんまり使わないですけどねこの競技。見事パーフェクトだった内田チーム。鬼の中西くんは中田チームからうまく逃げ切れるのか。さあそれでは準備が整ったようでございます。青チームの玉入れ。ちょっと待ってください。あ、どうした。やっぱね、鬼俺じゃないと思うんですよ。気づきました。おかしいもんだって。そんな気づいてます。俺なんこんなおかしいやん絶対に。いやこれはでも内田君の期待が中西さんにあるということですから。だってもうだ的がでかくて狙いやすいやって当てる気満々やな。おかしいもん。ただカゴに入ってなかったら意味がないので。そうですね、入れなかったらいいんだよね。だから頑張って体をいろいろ組めくれてやってください。それでは青組追いかけ玉入れ対決スタート。頑張れ。頑張って。いいよいいよ、いいペースいいペース。いいよいいよ。めちゃめちゃ入れられてるけど大丈夫か。いきなりの大量得点。中西くん大丈夫。
さあ暴走機関車中西、ここはまずは背中のカゴを守っていけるか。回って回って、こう胸を張る、胸を張る、こうメンチを切っていくかのような動きが。なんだ、めちゃめちゃ入ってる。中西さん逃げて、あと3つ、あと3つ、あと3つ、さあどうだ、パーフェクトゲームはこれはもう1されてしまうのは仕方がないというところになりますが、まずいよ、逃げて逃げて、あと1個、あと1個だぞ、あと1つ、まだ30秒しか経っていません。ここで決まった、ということです。よく逃げた。互いにチームがパーフェクトを出しました。めっちゃすごい。さあ田口さん、青チームはどうなりましたか。青チーム2分19秒残し、青チームの勝利。早い。石橋君どうだった、打ち合い方の鬼は。僕ら何も疲れてないんですけど。確かに全然息切れてませんね。ジョギングしたぐらいです。ジョギングの感覚、はい、中田君余裕でした。余裕でしたね。全然喋れます僕ら。どんどん聞いてください。さあ中西さん、何一つ面白くない。ボコボコでしたね。逃げ回るのは無理やと思ったんで、はい、こう近づいてきたのをこうカゴをパッとね、なるほど、よけてやろう思ってたんですよ。おどうでした？ダメだったでしょ。作戦がダメだった。全然ダメだったでしょ。内田君、はい、どうでしたこの結果。この競技始まる前にね、はい、ちょっとこれなかなか入らないんで、うん、難しいと思いますって言われたんですよ、うん、40秒で終わりましたね。ということでございまして、赤組内田君チームが1ポイント、青組中田君チームが2ポイントとなりました。次回の SDGs スクールは大運動会スペシャル3週目。すごい。元日本代表の内田と中田がガチフットサル対決。中田もトリッキーなプレーをする。さあリフティングでいくぞ。見せてくるぞ中田選手。先輩後輩対決、果たして勝つのは。それでは皆さん、 YouTube チャンネルの登録とグッドボタンをお願いします。